よしプレゼントバイビバリウム社ビバリウム社のなんとかって言ってたな。ちょっと説明書は、まあ、常備しましょう。これおかしい、なんか横やりが。おはようございます。あ、おはようございます。ようこそムッシュガゼルの実験室。はい、こんにちは、細川さん。昨日に引き続いておいでいただきました。その調子でお願い。ありがとうございます。今日はね、仕事お休みです。はい、今日は日曜、あ、土曜日か。今日日曜、水槽に入れた卵が孵化し8匹の幼虫が生まれてきました。はい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 。我々はこの生き物はマッシュルーマーと呼んでいます。覚えていて、マッシュルーマー。はあ。今現在、あ、びっくりだ、すごい。まだなの中には、はい、マッシュルーマーの8匹、はい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 、いますいますいます。寒さで苦しんでいます。え、ヒーターで温度を上げてあげます。この真夏に。それではどうぞ水槽の方へご案内いたしましょう。はい、行ってまいります。ということで皆さん、こんばんは。あ、こんばんはかな。はい、やりがすげえな。毎日更新ということで、やってきました。シーマ、はい、2日目でございます。朝でございます。はい、前回はこう帰ってきてやってみましたが、今日は朝でございます。じゃあライトエア、確かにだいぶ減ってるので、そうですね、強くしましょう、強くしましょうじゃない、水もきれいになりいいんじゃないでしょうか。80以上にしましょうって言ってた。うん。まあ、80以上にしときゃ間違いないと。これやっぱり時間経つと、あれだね、消えちゃうんだね。消えちゃうんじゃねえや。なんか温度が下がっちゃうんだね。ちょっと気をつけないといけない。ムッシュガゼの実験室ですわ。さあ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 。気になるね。ついに進化を向け、進化を迎えるんじゃないでしょうか。なんだっけ、なんつったっけさっき。あれ全然覚えてないよ、この。なんだっけ、スライムだっけ、なんだっけ、なんつってた。なんて言ってたこれ。あの、細川さん。細川氏なんて言ってたっけ、この生き物のこと。これこれこれ。まあ、とりあえず幼虫なんだってね。うぅ。怖いね。お、動いてる動いてる動いてる。トントンってやると。こういう風に。反応するということは、まあ、間違いなく生き物でしょう。いや、これからどんな進化をしていくのか僕にはさっぱり分かりませんが、なんかね、動画とかでなんか予習しとくべきなのかな。どんなことないですよね。じゃあぜひちょっとまた説明書朗読しましょうかやることないし、説明書を朗読したいと思います。ムッシュガゼ、あ、違うわ。ガゼ博士の実験室へようこそ。この度はビバリウム社のシーマン育成キットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このパッケージでは、ガゼ博士が残したシーマンの育成環境とシーマンの卵をお届けします。今、ピッピピッピ聞こえてるかもしれませんが、これはあの、冷蔵庫、冷蔵庫じゃないや。オーブンレンジが今ピッピピッピ言ってますので、はい、すいません、本当生活音とともにお楽しみいただければということで、そもそもシーマンとは古代エジプトから伝説として語り継がれてきた生物で、最近までは実在しないと考えられてきました。うん、ところが15年ぐらい前や、エジプトの古都アレキサンドリアで、生きたシーマンが捕らえられ世界中で話題になったのです。このサンプルは捕らえた直後に死亡しましたが、すぐにフランスの文明生物考古学研究所に輸送され、幸運にも体内からいくつもの卵が検出されたのです。我がビバリウム社はこの卵の研究開発費を援助し、シーマンの卵の独占販売権を入手、いよいよ販売の運びとなりました。うん、すごいね、すごいね。うん、このシーマンは遺伝子レベルで知識を次の世代に伝承していくことが知られており、高度な古代文明の発生に大きく
影響していたと言われていますが、詳しいことはまだ分かっていません。はい、ということで、まあ、シーマンはすごいね、知識がある、知恵があるということで、まあなんかね、まあ、CM でも有名ですけど、話せるっていうことが、まあ、すごいね、うん、一番大きな特徴だと思いますので、さーて今日はどのようなあれがあるのかな。相変わらず掴めるものはこいつらだけと、何もないかな今日も。何もないのかな。こうなんでこうくぼんでんだろうね、ここね。別におかしくないのか。別におかしくないか。なんか一匹掴んでみるか。おい、おい、やっぱ掴めねえよ。なんか餌だったな。これこれ。あげてみますか、一個。おい。はい。鯉の餌みたいだね。おい。動いた動いた動いた。みんな左側行くね。あれ？ダメか。ちょっと早かったか。そりゃそうだよな。あ、幼虫だもんね、これね。ダメでしたか。ソーリー。まあ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 。言うてもですよ。言うても。うん。話すことなくなった。こう、水、ってか、空気のエアーのところに、近づかせてだよ。おー、近づいてる、近づいてる。いいね。で、今、ここでエアー。おー、すごい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 。おー、すごい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 。リアルっていうの、こういうの。リアルかどうかは別にして。面白いじゃん。あ、一匹すげえ遠くに行っちゃった。死んじゃうんじゃね？なんだなんだなんだ。何？何？え？何？え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 ？なんか出てない？うわ！気持ち悪い。え？何あれ？アンモナイト？アンモナイトって、化石だろ？生きた化石だろ？うわ、うわ、動いた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 。うわ、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 浮いてる、浮いてる、浮いてる、浮いてる。え？あ！食べやがった、こいつ。どうすんの、これ。どうすんの、これ。あ、ちょ、待って、待って。掴めた、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 気持ち悪い、うわ、うわ、なにこいつ、えげつな、なにこれ、ガンガン捕食してんじゃん、これ。これ何これ、あ、これ餌か。すいません。これも僕が入れたやつですわ。え、どうすんのこれ。おい、やば、やめるんだ。この野郎。この、あ、ダメだ。カン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 やると、寄ってきちゃうのか。寄ってきちゃうのか、こいつら。あー、食べられちゃ、食べられちゃう、食べられちゃうのか、これ。ちょ、もう一回見よう。食べられたか、これ。あー、触手が？あ、あれ？食べなくなったか。なんでもなかった系か？あれ、でもなんか、異様に近づいてるよな、あそこに。みんな。みんなここに近づいてる、なぜか。うわー、もうイカだろ、あれ。完全に。わー、すごい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 。すごいぞ、これは。うわっ！がっつり、がっつり食べてるよ。シーマンってこっち？もしかして。こっちじゃないの？こっちがシーマンだっていうオチとか？もしかして。いや、でも、フラグ的な意味で、食べさせることに意味がある気がする。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。アンモナイトみたいなやつが、こう、シーマンの幼虫を食べまくってる。
これ全部食わせていいのかな。細川さんの話聞きたいな、ちょっと。ああ、動いた。え、めっちゃ動いたじゃん。あれ、みんな追いかけてる、しかも。なんで追いかけてんだ、これ。すごいすごい、炭入ってる。よいちょ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 。ちょ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 。ない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 。逃げてるの、これ、もしかして。わ、なんだ、どうした、変だぞ、明らかに。明らかに変だ、これ。神経毒みたいなやつか、もしかして。食べてしまったことによって、これ。うわ、すごい。これなんか怒るぞ、これ。てんてんてん。てん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 、え？怖い。え？え？え？どうしたの？怖い。え？え？どうした？これ掴んでみるか、これ。これ掴んでみるか、こいつを。うわー、もう掴めなくなった。え？どういうこと？おい！おい、しっかりしろ！貝殻なんで沈んでくんだ、どうなってんだこれ、床、おかしいだろこれ、砂の、まあいいや。え、な、怒るぞ。来るか進化来るかこれ。え ?17 度ぐらいにしてみようか。もう何の意味もないわな。うわぁ。え？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 これはまさか。おい、もしもし、つまめない。これってそれじゃない、もしかして。うわ、かわいそうに、これ死んだ、これ完全に。あれだ、エイリアンと同じだ、これ。人間の体内で成獣になるやつだよ、これ。めっちゃ怖いね。めっちゃ怖いぞ、これ。しかし、これってあれじゃないか。来た、出たー、シーマンや。話しかけてみるか、話しかけてみよう。あ、違う、話しかけないの。え、ない、ごめん。シーマン？シーストロガーヌーシュって言われたわ、ね、シーマンに対してシーストロガーヌーシュって言われたんだけど、どうすればいいんだろう。いやー、でも間違いないでしょ。で、さっきなんか、チラッとだけ見たけど、落ちてた餌食べたな、こいつら。これでやっと餌食べるようになるのか。いやー、ついに成虫ですよ。いやー、素晴らしい。ちょっともう一回話しかけるよ。シーマン。これ、仕方やめようぜ、マジで。
俺パただでさえパソコンに向かって話しかけてんのにさ、俺マジ本当にやめようぜ、本当にこういうの。ないない、なんか言ったな、ごめんなさい。なんだろうな、なんか反応悪いなこれ。シーマー、全然分かってないな。シーマー、へーっつった。反応した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 。シーいや可愛くはないだろこれ、だってどう見たって。うわびっくりした、もうやだ、怖っ。ということで今日はここまでにしましょうか。これからちょっと出かけなきゃいけないので、まあ孵化したということでいいんじゃないでしょうか。はい、これから少し楽しみになりましたね。ということで、じゃあ、また次回、また明日ですね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。あ、そして、引き続きイラストとお便りの方お待ちしておりますので、皆様、どうか、そちらの方もよろしくお願いいたします。シマン、シマン、シマン、バイバイ。はい、はい、お疲れ様です。